久しぶりに皆様方に新型コロナウイルス感染症に対して改めて注意をお願いするために今日こうして立っております4月18日日曜日には市民の皆様の懸命なご努力によりまして2月20日以来約2か月ぶりとなる新規陽性者ゼロとなりましたししかし これそれに至るまで,です、ねえー、たくさんの、えー、エッセンシャルワーカーの方々が懸命な努力をしていただいて今日に至っている次第でございますので改めてです、ね、もう一度、えー、エッセンシャルワーカーの皆様に敬意を表しつつ、えー、ぜひ注意深い生活をお願いするためにまた再びこの前カメラの前に立っておる次第でございます。まずは エッセンシャルワーカーの皆様に、皆様とともに深く敬意と感謝の意を表します本当にありがとうございますまた感染拡大の防止に向けましてご協力をいただいております市民の皆様に重ねてお礼を申し上げますまた2月に大田西の内病院で発生した大規模クラスターにつきましても関係各議のご協力によりまして 終息を迎えることとなり昨日4月19日から3次救急医療が再開され今後も段階的に2次救急医療や一般外来が再開することとなっておりますそうした明るい話題がある一方で今月は市内ですでに5件のクラスターが発生しており引き続き安心できない油断できない状況が続いております市内ではこれまで 714名の方が陽性となっておりますがその半数の方が19件のクラスターにより陽性となるなどひとたびクラスターが発生しますと大規模な感染拡大につながる恐れがございます今月下旬から5月の大型連休にかけまして人の往来が多くなることが予想されます市民の皆様まにおかれましては気を緩めることなく 引き続き、続感染防止対策の基本を徹底しいいただくようにお願い申し上げます、えー。市といたしましても一日も早く通常どおりの社会活動が行えるよう郡山医師会をはじめとする関係機関団体と連携して早期のワクチン接種を進めており4月12日から16日にかけまして969人の方に対して 1> 第1回の接種を行う受けていただくことができました。また8,785人の方のワクチン接種の受付を4月26日から開始しますが、希望するすべての方が接種を終えるまでにはなお相当の時間がかかることが予想されます。市民の皆様には引き続き皆様お一人お一人の新しい生活様式ニューノーマルの生活の実践とともに。 互いに支え合う共助互助で乗り換乗り換えていく乗り越えていくことが大事でございます。市民の皆様の一層のご理解、ご協力をお願いいたします。令和三年四月二十日郡山市長品川正人。私自身もですねあの。愚直にコロナ感染症に罹患しないように、いくつかのエッセンシャル。 ワーカーの皆様のことを思いつつ、えー、新しい生活様式、ニューノーマルな生活に徹底をするように努力しております。市民の皆様とともに。もう新しい生活様式、ニューノーマルな生活様式がですね。新しいでもない、ニューでもない、もう日常の生活様式として。どうか皆様方の生活習慣にしていただければ、ありがてご存じます。えー、久しぶりに皆様方へ。 コロナ感染症対策、緊張感を持ってです、ね、臨んでいただきたく、また皆,皆様にメッセージを送りました。